小学生低学年部門のリュウキです。作品のタイトルはレッドストーン小学校です。発表を始めます。たくさん雨が降っても困らないように学校は最初から水に沈めました。すると誰でもゾンビたちもトロッコに乗せて授業を受けられるようにしました。僕はレッドストーン会話が大好きなのでレッドストーンでたくさん装置を作りました。それでレッドストーンをしている学校という設定にしました。まずは SDGs について絵本やインターネットで調べました。レッドストーンで一番解決できそうな12番の作る責任、使う責任で給食室と肌鏡を自動にしました。水の中でも大丈夫な建物の素材をインターネットで調べました。コンクリートが多分良さそうだったのでコンクリートで学校を作りました。レッドストーンは本や YouTube で調べてたくさん装置を作りました。動画を見ながら散々ピストンエクステンダーを作って図書室の隠し部屋を作りました。その時外からも中からもオンオフできるように工夫しました。4段ピストンエクステンダーは動画を探したけどなかったので自分で考えて作りました。コップを予想するトロコが見えないように工夫したけど勝手にデスポーンすることがあってデスポーンしてもすぐに置けるようにしました。メイクコードで校舎を作るプログラミングを作ったけどなぜかプログラミングが全部消えてしまうことがあってそれから親にプログラミングとワールドを毎回保存してもらいました。最初はやりたいことをたくさん書いてカレンダーにやる日を書いていたんだけどだんだん何を作ったかわからなくなってきたのでトレロというアプリにやりたいことを書いて終わったら消してもらうように親に手伝ってもらいました。学校の中の設計は絵を描いてどの部屋を作るか決めました。一番最初に校舎の全体をメイクコードで作ってそこからだんだん細かいところを作っていきました。畑はエージェント君にお願いします。じゃがいもを植えてコップを撒いてくれます。育ったら水を流して回収です。流れなかった作物は下のトロコが回収してくれます。回収された作物はチェストに入ります。次は作物を給食室に送ります。このチェストに入れると作物が給食室に移動します。給食室には自動で焼く装置があります。トロコで石炭をかまどに送ります。かまどに送ったら畑から来た作物を受け取ります。このチェストに畑からの作物が来ています。この作物を真ん中のチェストに入れると手前のチェスト付きトロコはスタートします。右上のトロコがスタートしてこのチェストの下で回収します。トロコの中の作物をかまどに移動します。かまどに火がついて作物が焼けます。焼けた作物はこのチェストに入ります。これでみんなの給食ができます。今度は余った食材や食べ残しからコップを作る仕組みです。このチェストに作物を入れたりトイレで出したものを地下のコンポスターでコップにしてトロッコで畑まで輸送します。畑のコップ用のチェストに送られます。送られてきました。次は4段ピストンエクステンダーです。ピストンを縮めるのがとても難しかったです。順番通りに信号を送るために観察者をいっぱい使いました。もっと効率のいいものを作れるようになりたいです。次は体育館のステージです。夜にしてレバーを動かすと階段と光が出ます。光が出るのは夜だけです。夜だとゾンビやスケルトンも安心して劇ができます。ゾンビたちも一緒に授業が受けられます。敵モブはトロッコに乗せました。コンピューター室のコンピューターは NPC の足を埋めて表現しました。プールは屋上の空中にあります。旗を使って水が落ちないようにしました。図書室は本がないように見えて隠し部屋の中にあります。三段ピストンエクステンダーが上からも中からも動くように工夫しました。廊下にも隠し部屋があります。ボタンだけど開いたままになります。これはレッドストーン研究所の入り口です。すぐ入らないと閉まります。これもレッドストーン研究所の隠し階段です。こんな感じでたくさん装置を作りました。マインクラフトカップに参加していろいろなことが上手になりました。レッドストーン回路は今まで作れなかった装置が作れるようになりました。4段ピストンエクステンダーが自分で考えて作れたのはとても嬉しかったです。パルサー回路とか T フリップ回路、X オア回路とかの回路も覚えました。日本語とかの文字が打てるようになったり英語の小文字がだいぶ読めるようになってコマンドも少し使えるようになりました。メイクコードの使い方も分かってスクラッチもとても上手になりました。これからもレッドストーンを勉強してもっとすごい仕組みの装置が作れるようになりたいです。これで発表を終わります。